皆様こんにちは。衆議院議員の地元ですね、この桜木町1丁目から、南はですね、横須賀の手前まで、今ですね、地元で仕事をさせております、衆議院議員の篠原豪でございます。今日ですね、これから、あとですね、10分ほどの時間で、11時半より、この場所におきまして、民進党、今日ですね、事務所開きをいたしました、参議院議員の神奈川県選挙区の、公認候補予定者であります、真山雄一さん、そして、代表代行でですね、これまでこの神奈川で、このずっとですね、この改革の先頭に立って今の政治を変えていかなければいけないというふうに、やってまいりました枝健治、そして今日はですね、フォーラム4、ジャーナリストで、評論家でもありまして、脱藩官僚であります、古賀茂明さん、この3人で、今日はですね、こちらの場所で、街頭での、皆様にお訴えをさせていただきます。ぜひですね、皆さんどうもありがとうございます。衆議院議員の篠原豪でございます。どうもありがとうございます。お気をつけていってらっしゃい。少し時間があればですね、あと10分ぐらいですから、ぜひですね、こちらの場所を、足を止めていただきまして、またですね、1時間ぐらい、街頭で、これから演説会いたしますので、ぜひ1時間ぐらいやってますので、あとでですね、ちょっとお買い物に行かれた方も戻ってきていらして、くだされば、この枝健治、そして真山雄一、そして、古賀茂明さん、この3人の街頭演説を聞いていただくことができます。ぜひですね、皆さん、こちらの場所足を止めていただきまして、民進党、この神奈川県から、これからですね、大きく、この国を変えていく、そういったことをお伝えさせていただきますので、ぜひですね、足を止めていただければと思います。本日は、こちらの場所で、間もなくでございます、11時半より、民進党、新しくですね、この神奈川県で、仕事をさせていただくことになりました、真山雄一さん、元日本テレビのキャスターでございます。思いっきりテレビ、昔ですね、美濃本田さんがやってた番組で、面白いところは美濃本田さん、そして真面目なところは、この真山雄一さんということで、昼間のですね、お茶の間の顔でもありました。そしてですね、真山雄一さん、報道キャスターであります。今ですね、この安倍政治、皆さんご承知のように、本当にですね、国民の皆さんの声が聞かないし、自分たちがやりたいように本当に権力をいいように使っている。で、これはですね、本当に皆様に正しい情報が今どんどんとですね、メディアを通じて伝わらなくなってます。で、この中で我が国は民主主義でありますから、皆さんが一票一票、この憲法にも書いてあるように国権の最高機関は国会でありますし、そしてその国会で、この皆さんの手で国会議員を挙げていただいて、そして我々が、私も衆議院議員やらせていただきますおりますが、その中で政治をしっかりとやっていくというのがこの代表制民主主義の根本でありますが、しかし残念ながらですね、今そういった情報をしっかりと知ろうとしてもですね、これはなかなか皆様には伝わらない。そういった中で本当にこの民主主義どうやって取り戻していくのか、立憲主義でよく、これ守らないということを言っていますけれども、やはりですね、憲法っていうのは一番憲法点であって、その下にですね、三権っていうのがあります。共政府、そしてこれは内閣総理大臣が筆頭にですね、各大臣各省庁やってます。そして我々国会立法府、そして裁判ですね、裁判所司法、こういったところがありますが、我々はですね、この3件とも憲法というものを変えられるのは国民だけですから、ですのでそれをですね、時の政権がコロコロ自分たちの都合のいいようにですね、変えていってしまえば、本当にこの国はどうなっていくのか、そういったことをしっかりとですね、これからまでのニュースキャスターとして、この本当にですね、権力の暴走、横暴、今これほどですね、ひどいことではない。そういった中で真山雄一さん、間もなくですね、あと、5分少々の、5分強の時間でですね、街頭演説をさせていただきます。ぜひ民進党真山雄一さん、そして、真山雄一さんは、これから神奈川県の、参議院議員の選挙区の公認候補予定者ということで、今ですね、この参議院で仕事をさせていただいておりますが、この神奈川から一緒に力を合わせて、開催していただきたいと思ってます。その本人が皆様に、間もなくご挨拶をさせていただきます。そして今日はですね、こちらの場所、古賀茂明さん、脱藩官僚ではどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今のですね、この本当にひどい民主主義のですね、根幹どうなるか、独裁国家になるんじゃないか、やってはいけないことをやってるんじゃないか、そういったお話をですね、しっかりとしていただくことになると思いますが、古賀茂明さん、本日はこちらの場所で、間もなくあと10分ぐらいすればですね、こちらの場所で、街頭で皆様に、ご挨拶をさせていただき、そして講演、街頭での応援をさせていただきます。
そして真山雄一さん、まもなくですねこちらの場所いらしていただけると思いますが、ニュースキャスターでやってた日テレの真山雄一さん、そして神奈川県はですね我々もう本当に昔からですねもう行政の無駄、財政の無駄、財政規律しっかりとですねやって、そしてその省いたもので生活重視、皆さんの方向の当たり前の政治をやりましょうよと、こういったことを、地方から変えよう、地域から変えようといったことで、お伝えをしてまいりました江田健二、民進党代表代行、3人で、あとですね、もう本当に5分ちょっとの時間でございますので、ぜひですね皆さん足を止めていただきまして、これから11時半まもなくでございます、街頭での演説をさせ会をさせていただきますので、皆さんぜひですねどうぞ5分でも10分でも結構でございますので、足を止めてあと5分少々で始まりますので、ぜひですね見ていただければ、そして今この国の状態がどういうふうになっているのか、本当のことは、なかなか伝わらない、しかしですね多くのことがいろいろあります。例えば昨年の安全保障法制の問題がありました。衆議院参議院で強行採決をして、その後開くべきだった臨時国会、あの時はですね国民の皆様が7割も8割も皆さんがこの本当にですね接すれば接するほどこの安全保障法制というのは本当に大丈夫なんだろうかといった疑問がどんどんと大きくなってまいりました。でその中でですね、開くべきだった臨時国会、本来であれば国会議員がですね、この臨時国会開きましょうよというふうに要請をしたら、これは開かなければいけないというふうに書いてるわけでございます、憲法に。でそういった中でもそれもやらない。でそして TPP の問題、軽減税率の問題、いろいろありましたが、これも国民の皆さんにちゃんとした情報が伝わらないまま、どんどんと決まっていってしまう。でそういったお話もあると思います。そして、国会がですね、6月1日、今週の、水曜日、閉幕をいたしました。1月の4日から、150日間の国会でございましたけれども、この国会はですね、皆様ご承知かも分かりませんが、戦後最大、過去最大の予算編成を行いました。安倍政権はですね、これまで今回だけが最大だったかといえば、毎年過去最大を、記録しています。で皆様ご承知のように今1050兆円と言われている借金がある中で、本当にですね財政規律の観点から、無駄な予算がないのかしっかり組まれたのかどうか、あるいは、本当にそのお金が必要だというのであれば、それはですね、この無駄な費用がなくて、そして本当に国民の皆様の生活の質の向上に資するのかどうか、こういった議論をしっかりとしなければいけなかったんだというふうに思います。しかし残念ながらですね、皆様ご承知のように冒頭より口利き大臣の問題、そして自分の所管所掌分野にもかかわらずよくわけのわからないですね答弁を平然と繰り返す大臣の質の問題、そしてメディアをですね萎縮させる形で平然とこれまでと違う解釈で、この総務大臣ですけれども答弁をやる、こういった大臣の問題がありました。こういう問題がですね次から次にあるということは、これは中身以前の問題で、本来であればしっかりと議論をする。で内閣総理大臣安倍さんですから、安倍さんは自民党の総裁かもしれませんが、大事なのはですねやはりこの国の総理大臣でありますので、しっかりと指導力を発揮しなければいけなかったんだろうと思います。しかし皆さん、この国会はですねもう次から次に本当に答弁も逃げ回る、ちゃんと答えない、そして最後はですね逆切れをして、じゃあどうして対案を出してくださいよ、こういった話をしました。予算編成の時にも対案を出してくれって言ってやったんですよ。対案出せないんですよ、我々は立法府は。そんなことも知らない、こういった総理大臣が、たまには行政府の長なのに立法府の長だなんてことをですねっていう、立法府の長は議長ですから、本当にですねどこに座ってんだという話があります。そういった基本的なこともわからない人間が自分たちの仲間だけでですね多くの国民の皆さんの手で本当はやらなければいけないことを変えようとしている。これはですね本当に我が国のこれからの将来どうなるか心配であります。そしてそういったことに対して我々はやはり皆さんの側に立って政治を取り戻さなければいけない。そのことの時に我々が皆様にお願いさせたのは、この国は民主主義ですから皆様の手でしか変えることができないんです。ですのでこれからそういったことを、今日まもなく11時半からあと3分でございますが、この真山雄一参議院議員報道の現場にいました。権力は必ず暴走する、暴走を働かせる、だからしっかりとですね皆さんの周りにジャーナリズムがあって、
国民の知る権利、これもですね、自民党は今度の、彼らのですね、憲法を変えていこうという草案の中にはですね、憲法21条第2項を作ってですね、まあ、本当にその内容が皆さんの知る権利を守るものかどうか、この皆さんの国民の知る権利というものがですね、本当に、この、しっかりとですね、やはり行政の情報というのはなるべく皆さんに回収し、それがおかしい情報であればこれはしっかり権力に対してですね、これ国民目線で見ていって、そしてその情報をもとにやはりこの選挙をやってですね、そして皆さんの手でやっていくことができなかったら、もっと独裁国家みたいになっていって、本当にあのプロパガンダでですね、ジャーナリズムのアドバタイジングみたいになったら、これ大変なことになるわけですよ、コマーシャリズムみたいになったら。これ言ったことも含めて、やってきた真山雄一さんでありますので、その本人からですね、しっかりとお訴えをさせていただきたいと思います。民主主義を取り戻そう、真山雄一、皆さんと共にやらせていただきたいと思っております。ぜひ皆さん、お訴えを聞いていただければと思います。そして今日はですね、古賀茂明さん、脱藩官僚の古賀茂明さんも間もなくですね、こちらの場所で11時半からの街頭演説会、今日は車の上に乗っていただきまして、多くのお話をされてると、していただけるということになっております。I'm not Abe と言ってですね、あるテレビの報道番組で覚悟を決めてやった。それは何のためにやったかといえば、やはりこれは今の状態、権力の横暴暴走がおかしいんじゃないか、そこの時にしっかりとですね、覚悟を持って脱藩官僚なだけではなくてですね、この国の将来を憂いてどうすればいいのかということを考えていらっしゃいますので、しっかりと、お話をしていただくということになってますので、ぜひ聞いていってください。そして、江田健司、今からですね、こちらの場所に参ります。と同時にですね、今日は、国会議員の、我が民進党、本当にですね、もう大変な論客であって、もうまあちらでチラシを配ってられていますけれども、後藤祐一先生ももうすでにチラシ配っていただいております。私なんかが乗って話すよりもですね、乗っていただければと思うんですが、まあ、桜木町1丁目は神奈川1区、私の選挙区でもあるということで、今ですね、この前座ということでお話をさせていただいております。間もなくの時間でございますので、11時半、間もなくですけども、ということで、間もなく始まるということでありますので、しっかりと、お話をさせていただきますので、聞いていっていただければと思います。私は、民進党、もともとですね、維新の党にいたんですが、今民進党というところで新党改革勢力を結集して政権交代可能な政界再編をし、枠組みを作らなければいけない。この国は小選挙区制度でありますから、必ず二大政党制に修練されていく。でその時に、昔のやり方、深く対立だとかですね、あるいは20世紀のやり方というものは、これはもう本当に今通用しない時代になってます。社会構造が変わりましたんでね、まあ、少子高齢社会もそうですし、国際関係もどんどんと変わっていく。でその中で日本がどうやって本当に真にですね、21世紀これからの、ビジョンのある国づくりをやっていくのか、地域づくりをやっていくのか、そういった議論が覚悟を持ってやっていくことが必要だと思いますが、まあ、そういったことよりもですね、皆様の税金使って財政に余裕がないのに無駄な事業もあんまり省こうともしない、そして皆さんにばらまきを今の厚生東大に対して負担をですね、でも強いる形で、それでも今さえ良ければいい、でこういった政治が続いてますので、今度しっかりと対峙をしていけるような、そういった政党を作っていきたいと思っております。私は衆議院議員、この神奈川1区で仕事をさせていただいております。民進党の篠原剛でございます。そして私ですね、今我が党の政調副会長1期生でありますけど、やらせていただいております。これはですね、本当にありがたいことでございますが、こういった若い我々も、この力を合わせてやっていける、それが我々新党の民進党のいいところでありますので、皆さんぜひですね、今日はどうもありがとうございます。真山雄一参議院議員いらっしゃいましたので、司会の方に、マイクを持たせていただきます。どうもありがとうございました。篠原剛衆議院にありがとうございました。ありがとうございました。真山雄一の、外交演説会、始めさせていただいております。元日本テレビのニュースキャスター、皆さんおなじみの真山雄一、この神奈川県から参議院に挑戦をさせていただきます。今日は青空演説会ということで、ちょっと風が強い日となっておりますが、真山雄一、先ほど事務所開きを終えまして、いよいよ7月の10日に向けて全力で神奈川県内を突っ走ってまいりたいと思います。そして今日は応援弁士といたしまして、3月27日に決定いたしました
民進党の代表代行であります江田健二が前間雄一の応援に駆けつけてくれました。前間雄一の今後の首相に向けて江田健二代表代行から応援の弁をいただきたいと思っておりますので、ぜひ皆様方におかれましてはよろしくお願いを申し上げます。江田さん、よろしくお願いします。どうも皆さん、こんにちは。民進党代表代行を接管っております江田健二でございます。本日は、ぜひともですね、前間雄一さん、私江田健二の横におります前間雄一さんを皆さんにぜひ知っていただきまして、民進党はこの参議院選挙でこの神奈川選挙区、公認予定候補擁立を決定をいたしました。前間雄一さんといえばですね、皆さん覚えておられるでしょうかね。日テレの夕方のニュースのキャスターを長年やって来られました。今表現の自由、報道の自由が危ないんですね。参議院選挙の大きな争点の一つですけれども、安倍政権、安倍内閣のことを批判をするキャスターやコメンテーターがですね、この春続々と番組を降板をいたしました。もう皆さんご存知の通りですね、報道ステーションから古舘一郎さんがね、いなくなりましたね。それから TBS のニュース23夜の番組から岸井政格さんもいなくなりました。さらに言えば NHK のクローズアップ現代ってありましたね、今でもありますけどね、そこのキャスターをやってた国谷さんという女性キャスターもいなくなりましたね。まあこの全てが安倍内閣の圧力の結果だとは私江田健二も言いませんけれども、しかしですね、このキャスター出身の前間雄一さんはよくわかるんですね。このテレビ局にいましたから、まあとにかく政権からはですね、陰に陽に圧力がかかる。まあ今陰に陽にとか言いましたけどね、まあ実は公にもですね、安倍政権というのはテレビ局に圧力をかけてるんですね。高市早苗さんという大臣がいます。総務大臣ですね。総務大臣というのはね、皆さんテレビ局の監督官庁、監督官庁、その監督官庁の総務大臣がですよ、国会で予算委員会の場でですね、必要があればテレビ局への電波を停止する可能性があるなんていうことをですね、予算委員会の場で言うわけですよね。そうするとテレビ局の番組の制作をしている皆さんはやっぱりですね、怖くなりますよね。監督官庁である大臣がですよ、それもしかしたらそれは TBS だ、フジテレビだ、日テレだというこの民放局の電波を停止することもあり得るなということを言うとですね、やはり現場の番組制作している人たちはですね、萎縮しちゃうんですね、忖度しちゃうんですね。やっぱり安倍政権批判したらいけないんじゃないかと、いやそんなことをやってたらやっぱり、政権から横割りが入ってくるんじゃないかと、まあ、思うのは皆さん普通の人の感覚だと思いますね。まあ、今日もですね、我々の演説の途中か後かで、古賀茂明さんという方がここで演説をします。古賀茂明さんも皆さん覚えておられますかね。報道ステーションでレギュラーコメンテーターをやってましたね。もう舌鋒鋭くね、歯切れよく安倍政権のことを批判してましたね。極めつけが、I'm not 安倍っていうね、パネルまで出して、まあ、私は安倍さんは支持しない、 I'm not 安倍だと、こんな安倍強権政治は支持しないという、まあ、こんなことを言ってた人がですね、去年の3月いっぱいで
番組を下ろされたわけであります。私田健二が何を言いたいかというと、この参議院選挙、いろんな論点があります。いろんなこの国の将来を左右する問題があるんですけれども、一つ目はですね、この安倍強権政治、報道の自由と表現の自由が危ない。報道の自由、表現の自由というのは民主主義の根幹ですから、我が日本のずっと戦後国是として、守ってきたこの民主主義の根幹が報道の自由、表現の自由ですよ。これが脅かされているという、戦後初めてのことが起こっているというか、戦前どうだったんでしょうかね、皆さん。なんで戦前戦争への道を進んだのか。この言論統制、言論弾圧、大本営発表じゃなかったですか。政府の都合のいい情報ばっかり勝った勝ったと言って、それで実は負けてんのに、ね、南方の戦線では勝った勝った、日本帝国万歳なんて言ってですよ、大本営発表して、そしてまあ名前出しちゃいけませんけども、朝日新聞までが、あの朝日新聞までが戦争来賛、とにかく表現の自由も報道の自由もあったもんじゃない。そういう中で皆さん戦争のへの道を進んでいったんじゃありませんか。まさにいつか来た道、この安倍政治を許していると、安倍政治を許していると平気で憲法も改正をしていく、9条も改正をしていく、いや改正が面倒くさいとなれば勝手に解釈を変えていく、大方の大部分の憲法学者がですね、違憲だ違憲だと断じている。皆さんもご存知ですね。いや私も江田健二も法学部で法律勉強しましたけども、いやとんでもない解釈がこの安倍政権で行われましたね。自衛隊はもう一つ民主主義、表現の自由、報道の自由とともに、日本国憲法、戦後日本が守ってきたものにですね、国是にですね、平和主義というのがありますね。憲法で定められた平和主義、これはもう先の大戦の反省のもとに日本国憲法としてしっかりと規定をしている平和主義ですけれども、そのですね、その規模というか、その一番肝心なところは自衛隊が海外に出て武力行使をしないということなんですよ。簡単に言うと自衛隊も軍隊ですから、海外から見れば自衛隊を海外に出して戦争武力行使はしないというのが一貫した日本の方針だったんですね。しかし皆さん、安倍法制、いっぱいの人がデモしている、当たり前のことでしょう。ほとんどの憲法学者、憲法の専門家ですからね、憲法の専門家の憲法学者、ほとんど大部分の憲法学者が、あの安倍法制、安保法制は違憲だとはっきり言ってるじゃありませんか。はっきり、こんな解釈を、法律を皆さん許していいんですか。特にお子さんをお持ちの方、お孫さんをお持ちの方、子や孫の将来のことを本当に真剣に考えるんであればですね、まあ生活とは関係ない、我々の日々の暮らしとは関係ないとおっしゃらないでですね、まあ、ぜひとも今日本はひたすら戦争への道を歩み始めているんだということを、この安倍一強の独裁のもう大部分、衆議院の3分の2以上をもう自民党と公明党が占めている、これは民主主義国家ですから我々も認めなきゃいけません。先の総選挙で、2014年の総選挙で国民が選択した結果が、衆議院で3分の2以上もこの自民党と公明党の議席を占めてしまった。確かに我々民進党をはじめ野党が不甲斐ないということも本当に原因がありますので、責任を痛感をいたしておりますけれども、しかしこれを許しているのもこの民主主義国家の一本なんですね。しかしこれを変えられるのは、これを変えられるのは有権者、国民の皆さんでしかありません。皆さんが投票を通じてもう一度政治をリセットしなければ、この戦前戦争への道を歩み始めた、歩んだその二の舞になってしまう。
そういう危機意識を前間雄一も私枝健二も民進党も強く強く今思ってるんですね。これを止められるのは選挙でしかない。この安倍政権の暴走にストップをかけるのはこの参議院選挙でしかない。議員制ですから衆議院の暴走をストップさせる、チェックするのはまさに憲法で求められる参議院議員の役割じゃありませんか。そうした重要な重要な参議院選挙が7月投票10日投票日で参ります。もう一月余り、民進党はこの神奈川選挙区で2人の候補者を擁立といたします。一人が私枝健二の横におります前間雄一です。皆さん顔を見ればですね、思い出されると、どっから見た顔だな。それもそのはず、日テレ4チャンネルのですね夕方のニュース番組のキャスターをですね、まあ、長年やられていたのがですねこの前間雄一さんで、ございます。神奈川選挙区2人擁立をいたしました。この1人がこの私枝健二の横におります前間雄一さん、ありがとうございます。そしてもう1人が金子陽一さん現職、この2人4人の定員で4人当選するところで2人を立てました。自民党も2人を立ててますね。あと公明党、共産党、社民党、大阪の維新の会までがこの神奈川で、ね、候補者を擁立をしている、まあ、9人ぐらい立つと言われている、まあ、超激戦区でございます。まあ、ぜひともですねこの安倍強権政治、安倍政権の暴走にストップをかけられるのは本当に表現の自由、報道の自由の真髄を知って実践をしてきたこの前間雄一さん、元日テレのニュースキャスター、民進党から擁立をいたしました。ぜひとも皆さんのお力添えをいただかないと、とにかく前間雄一さんはもう組織もしがらみも全くありません。団体の推薦もありません。まさに一人一人、今この桜木町を歩いておられるこのお一人お一人の県民市民有権者の一票でしか勝ち上がれないというのがこの前間雄一さんです。その代わりですね、その代わりもう当選をした暁には皆さんだけを見て、お一人お一人の国民を見て、常に国民の立場に立って民進党、その私名付け親での枝健二でございますけれども、民進党を読んで字のごとく民と共に進む、国民と共に進む、あなたと共に一緒に進んでいくんだ、常に国民の立場に立つ、常に働く者の立場に立つ、常に消費者生活者の立場に立つ、常に税金を納めている人たちの立場に立つ、こういったことを象徴する名前として今回民進党という名前を付けさせていただきました。その一番うってつけの候補者がこの前間雄一さん、前間雄一さんでございます。この違憲の安保法制をしっかり白紙に戻していく、この違憲の安保法制を撤回をさせていく、そのためには参議院で過半数が必要なんですね。今参議院でも自民党公明党で過半数を占めている状況では全くストップがかけられませんので、まあ、ぜひですねこの参議院選挙で皆様のお力を拝借いたしますことを、まあ、心からお願いを申し上げます。また皆さん、もう一つの論点はアベノミクスは成功したのかどうか、国民の皆さんこの3年半で生活が良くなったのかどうか、アベノミクスアベノミクスと呪文のように唱え続けて皆さんの給料は上がったんでしょうか、皆さんの生活は楽になったんでしょうか。それどころじゃない、皆さんの給料は実質目減りしている、物価は上がっている。確かに大企業を中心に空前の利益を上げた。しかしアベノミクスというのは一言で言えば強いものをさらに強くすればそのおこぼれが弱いものに行くだろうという政策、お金持ちをさらにお金持ちにすれば
そのおこぼれが貧乏人に行くだろうという政治なんですよ。そういったアベノミクスがこの3年半で見事に失敗したというのは皆さんが一番ご存知でしょう。皆さんお金持ちですか？皆さん強い人たちですか？まあ中にはいらっしゃるでしょうが、皆さんは普通の一般の、私もそうです。私はちょっとね、最近は税金で給料いっぱいもらってるんで、それしっかり働かないかと思ってるんですけども、昔っていうかちょっと前までは庶民でした。で、小さい頃はお風呂もないからお風呂も借りていったような生活、家庭で過ごしましたから、庶民は全く生活が豊かになってません。アベノミクスみたいに呪文を唱えても魔法のように景気は良くならなかったどころか下がっています。非正規はどんどん増えている。正規社員も横ばいで、非正規の人がどんどん増えている。安倍さんはもう口を開けば雇用が増えた。しかし雇用が増えたのは非正規の人がとにかく増えただけ。だから賃金はろくにもらえない。我々民進党は非正規の方も正規の社員と同じ仕事をしたら同じ賃金がもらえるように、同一労働同一賃金の法案というものももうすでに出しました。出したらですね、今度安倍政権がパクっちゃってですね、同じことをまた言ってるんですが、信じないでください。あれだけ消費増税を上げる、今度は絶対に上げるんだ、確実に上げるんだ。増税ができる経済状況に確実にしていきますからと約束して、前回解散総選挙を打ったんですよ。皆さん、2014年の暮れのことでしたね。解散総選挙には実は1回打つだけで700億円も税金がかかるんですね。700億円も税金をかけて、まだ衆議院の任期4年のうちたった2年しか経ってないのに、いや、消費増税は延期する、しかし2017年4月からは絶対に上げますからと、絶対に上げるだけ景気を良くしていきますからと約束して、それを訴えて選挙戦をやってバカ勝ちしたわけです。その公約は一体どこに行ったんでしょう。総理大臣の言葉というのはそれほど軽いものなんでしょうか。いや、軽いどころか国民に嘘をつくことは許されるんでしょうか。嘘つきは泥棒の始まりと私も子供の頃から親から教えられましたね。いや、嘘は時々つくこともありますよ、そりゃ。しかし一国の総理大臣が700億円も税金かけて選挙するときに、絶対に景気を良くして2017年4月から消費税を増税を上げるんだ、増税に耐えられるだけの経済体力はアベノミクスで作ってみせると胸を張って、そして解散をして大勝利したわけですから、その約束を見事に破りましたね、今回。それで皆さん記者会見来ましたか。これ多分ね、今年の流行語大賞になると思いますよ。新しい判断ですよ、ね、あなた嘘つきましたねと、ね、総選挙の公約破りましたねと、必ず消費税を増税するだけの景気を良くすると言いましたねって言ったら、いや確かに言いましたと、その嘘つき批判は真摯に受け止めますと。しかし今回の判断は新しい判断です。じゃあ皆さん言ってください、これからね、いろいろ質問されたりね、突き詰められたら、いや新しい判断ですと、これは私は、ね、総理大臣も言ってるじゃないですかと、総理大臣もそれで許されてるじゃありませんけど、こんなことがですね世間で通るはずがないんです、ね、新しい判断、ちょっと困ったら、ちょっと嘘ついてね、頭書こうと思ったら、頭書いてたらまだ可愛らしいですけどね、新しい判断です、嘘じゃありません、そんなことをですね、まあとにかく堂々と言っている一国の総理を、この今いただいている日本国というのは教育国家という意味でもですね、一体どうなっちゃうんでしょうか。ですから信じないでください。またですね、昨日自民党がですね公約、参議院の公約を発表しましてですね、いやもう読んだらいいことばっかり書いてありますよ、そりゃもう選挙の時ですからいいことばっかり書くんですね。しかもですね、我々民進党、旧民主党、旧維新の党が掲げてきたもう法律、
もうすでに我々が去年出して自民党が否決した法律まで今回は載せてんですね、公約に。さっき言いました同一労働同一賃金なんて、もう昨年の国会で散々我々国会でやって、その時は自民党は堂々と反対してるのに、今回手のひら返して選挙が近づいてきたからといって同一労働同一賃金だって言うんですね。で、社会保障を充実しますって言って、でまた選挙になったから、いや介護の支援をします、教育はもう奨学金出します、子育て、保育士の給料を上げます、介護士の給料を上げますって誰が言ってたんですかね。これ民進党が言ってたんですよ。で、民進党もこの選挙があるからじゃなくて、とっくにこの国会でも保育士の給料を5万円上げる法案、介護士の給料を1万円上げる法案出してんですよ。出してんだけど、自民党は見向きもせずに審議拒否ですから、ね、本当にやるんだったら民進党や野党が出してんですから、それを審議して、ね、自民党に言い分があるんだったらちょっと修正して通せば、もうとっくに介護士の給料も上がってるし、保育士の給料も上がってるんですね。今ご承知のように、待機児童、待機老人という嫌な言葉があります。保育園に入れたくても保育園に入れないお子さん、ね、老人ホームに入りたくても入れないお年寄りを、まあ、待機児童、待機老人って僕は嫌な言葉だと思いますけど、そう言うんですけどね。で、なんでその待機児童待機老人がいっぱい多いかというと、保育園が足りない、老人ホームが足りない。なぜ足りないかというと、保育士の給料が低い、介護士の給料が低くて結婚もできない、結婚しても子供が持てない、そんな給料だから保育士のなり手がいない、介護士のなり手がいないからですね、保育園は建っても児童が受けられない、老人ホームは建てられてもお年寄りが入っていただけない、こういった今実態があるわけですよね。こんなことはとっくに分かってたことです。とっくに分かってて3年半経ってもやらなかった、やらなかった。それをまた選挙の前になって同じようなことを言うというのは、もう皆さん信じないでください。選挙が終わったらまた整備新幹線、リニアモーターカー、公共事業のばらまきですから、公共事業のばらまきですから。まあ、私田健二もこの国会予算委員会で何度もやってきましたけどね、このアベノミクスというのは第二の矢で財政出動という、皆さんの貴重な税金を使って一体何、どういう政策に合っていくのかということで、一番重要なポイントでもあるんですけれども、この財政出動第二の矢の一番の問題は、とんでもない方向にこの矢が飛んでいる、第二の矢が飛んでるんですね。まあ、端的に言うと公共事業のばらまき、相変わらず自民党政治は利権、土木利権、建設利権、公共事業のばらまきです。その証拠に私枝健二が言うんじゃなくて、財務省の資料に基づいて言うと、例年5兆円規模だった公共事業の予算は安倍政権になってなんと倍の10兆円になってるんですよ。10兆、この3、4年間10兆円全部使ってりゃいいですよ。震災もありましたからね、大震災もありましたから多少増えるのはいいでしょう。しかし10兆円皆さんの貴重な税金を使ってですね、毎年2兆3兆使い残してるんですよ。これは財務省の資料です。消化不良なんですよ、あまりにもばらまいて。年間ですよ、2兆3兆消化不良で使い残してですね、2兆3兆のお金があったら一体いくつの老人ホームが建つんですか、一体いくつの保育園建てられるんでしょうか、何万円保育士の給料上げられるんですか、介護士の給料上げられるんですか。そんなことを一切せずに自民党の支持基盤、利権におもねり、相変わらずずっと続けてた自民党政治で公共事業をばらまいて、我々はこの税金の使い道を根底から変えていく。お金がないないという、財源はどこに出すんだ、財源はありますよ、年間2兆3兆ですから。一体 8% 増税は何だったんでしょうか。皆さん、社会保障に充てるんだ、介護や医療や年金や子育てに充てるから、消費税を 8%、10% に上げさせてくれと言って頭を下げたんじゃありませんか。しかし案の定自民党政権に任せていてら、公共事業をばらまかに消えてしまったというのがこの3年半。もう公共事業をばらまいても
景気は上向きません。皆さんの給料も上がりませんので、それがずっとこの何十年来の結論なのに、安倍自民党ではでも口先ではいいことを言いますけれども、こういった体たらくになっているということをぜひ皆さん知っていただきたいんですね。前間雄一はこういうことからも変えていきたい。民進党は政権を取れば予算の編成権を握りますから、まさに権力とはそういうものなんです。民進党になって何が変わるのかといえば、皆さんの税金の使い道が変わる。変えられないんじゃないかという声もあるかもしれないけど、これは予算の編成なので確実に変えられる。権力を握れば、政権を握れば、確実に皆さんの貴重な税金は皆さんの生活に、皆さんの介護や子育て支援、教育に必ず回していくと、これが民進党の政策の根幹にあるところでございます。そうすることで皆さんの懐が温かくなりますね。もちろん介護や医療や年金や子育て支援というのは独自のその社会保障の目的でやるんですが、金に色目はありませんから、そのお金は皆さんの懐に入れば多少でも懐が温かくなります。財布の紐が緩んでくれればですね、お買い物も増える、消費も増える。国民経済の6割を占める消費が今おぼつかないから景気が良くない。皆さんの財布の紐が、給料が下がってるんで、財布の紐が締まってるから国民経済の6割占めている消費が伸びない。だから景気が良くない。だから皆さんの給料がまた下がる。また下がるとまた消費が伸びない、また給料が下がるという今悪循環になっているのがこのアベノミクスでございます。ぜひともその財布の紐を緩めていただくような介護支援や子育て支援や教育支援、奨学金の給付だとか、そういうことを通じてばらまきではなく、皆さんの懐が結果的に温かくなれば、少しでもお買い物を桜木町でも増やしていただける。それが消費の増加につながると景気がどんどん上向いていく。景気が上向いていくと企業の収益も上がっていって、中小企業までにその利益が進展されていく。そこで大企業だけではなくて中小企業で働いている皆さんの給料も多少上がっていく道筋が開いていけると、こういうことなんですね。まあ、ぜひとも皆さん、民進党、私江田健二も前間雄一も旧民主党じゃありません。維新の党、もっと言えば私江田健二と前間雄一はみんなの党です。みんなの党は歴史とした経済政策があった。維新の党もイノベーション、まさに技術革新、国の新陳代謝、国の将来を切り開く、こういった経済政策を持っていました。ですから旧民主党はもう信じられないという人も、今回民進党として新しく生まれ変わったんです。まだまだ新しく生まれ変わったという、こうイメージというか理解が国民の間に広がってないのは大変残念で、我々の努力不足でありますけれども、必ずこの参議院選挙を通じてしっかりとこうした、政策、安倍政権の暴走ストップ、違憲の安保法制の白紙撤回と言論統制は許さない、そしてアベノミクス3年半失敗によって終わったアベノミクスではなくて、人への投資、皆さんの家計、懐を温かくする経済政策をして、お買い物を増やして消費を増やしていただいて、それを経済成長につなげていく。経済成長すれば税収が上がる。その果実、税収をまた皆さんの生活に当てていく、社会保障に当てていく。それがまた消費を増やして経済成長を促し、また果実が生まれていく。こういった好循環の経済政策、人への投資を中心とした経済政策に民進党は転換をしてまいりたい、そう思っております。ぜひともですね、もう一月余りになりました。神奈川選挙区は4人当選をいたしますが、民進党は2人候補者を擁立をいたしました。1人は私江田健二の横におります前間雄一さん、お顔を見ていただければ、どっかで見たことあるな、
それもそのはず、日テレ4チャンネルの夕方の、ニュース番組のキャスターニュースキャスターをやっていたのがこの前間雄一さんで、あります。報道の現場足で稼いで世界中を歩き回っております。そして皆様に真実を知らせる、事実を知らせる、こうしたニュースキャスターの仕事を長年やってきたのがこの前間雄一さん、民進党一人目の候補者として、この神奈川選挙区で、参議院選挙を擁立をする予定でございます。二人目は金子陽一さん。金子陽一さんはもうすでにこの神奈川で現職の参議院議員として、活躍をされてこられました。金子陽一さん、前間雄一、金子陽一、民進党はこの4人、当選をするこの神奈川選挙区で2人擁立をさせていただきました。ぜひとも、皆さん、しがらみのない、普通の一般の皆さんの一票一票が大切なんですね。とにかくしがらみだらけの候補者、特定の利権圧力団体からいっぱい組織票やお金をもらえばですね、まあ、当選をした暁には恩返しをしなきゃいけません。これは人間の情ですからね。そういう特定の利権やしがらみとは全く無縁の、この元ニュースキャスター、日テレのニュースキャスター前間雄一さんをこの機会にぜひですね、知っていただきまして、そして、この7月10日が、参議院選挙で、ございます。これからも神奈川県中をですね、前間雄一さん飛び回ってですね、民進党の政策、前間雄一の政策を訴えてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。大変土曜日の昼下がり、大きな声を出して申し訳ありませんでした。私だけにも実は横浜市民、青葉区、緑区を選挙区として衆議院議員をやらせていただいております。とにかく、自民党に対抗する政治勢力を作らなきゃいかんのだと、どの世界だって独裁はダメでしょうと、まあ、しかし残念ながら永田町国会は安倍独裁政治、一強政治、もう衆議院では3分の2以上自民党と公明党を持っている、もう太刀打ちできません。参議院でも自民党公明党を合わせた過半数だっていうんですからね。そして今度の参議院では自民公明で3分の2以上取ろうという、まあ、憲法改正には衆議院参議院3分の2以上必要なんですね。で参議院でもうほんと3分の2以上取らしちゃったらいよいよ憲法改正、9条改正、ね、さっき言いましたね、自衛隊も軍隊ですから世界から見れば、ね、自衛隊を海外に派遣して武力行使をしちゃいかんと、戦争をしちゃいかんというのがこの戦後ずっと日本が守ってきた平和主義、専守防衛というやつですから、まあ、ぜひですね、まあ、こんな蛮行は許さない、こんな暴走は許さないという、まあ、意味を込めてですね、まだまだですね、未熟な民進党ですけれども、まあ、とにかくこの安倍、一強自民党に対抗するには勝利を捨てて大道につかなきゃいかんということで、旧民主党と旧維新の党が合併してこの3月終わり発足をしたのが民進党でございます。民と共に進む、あくまでも国民の立場に立って政治をやっていくんだという決意を込めました。民進党の私、その名付け親であります江田健二から前間雄一さんのご紹介と、そして民進党の政策の訴えをさせていただきました。それではですね、それでは私の横に古賀茂明さんが来ていただきました。古賀茂明さんは私が紹介した方がいいんですね。私江田健二は、通産省というですね、今経済産業省という、役所に入りましたけども、古賀さんはその1年後輩、2人とも脱藩しました。もう役所が嫌になってね、天下りだなんだ、まあ税金の無駄遣いだなんだっていうのをですね、もう目の当たりにしてね、こんなはずじゃなかった。まあ役人というのは皆さんね、今バッシングされてるんですけど、若い時入る時はやっぱりね、少しでもこの国を良くしたいとか、
国民のために働きたいと思ってなるんですね。まあ、しかし年食ってくると管理職になってきて局長だ事務次官になってくるとですね、まあ、やっぱり組織防衛ってなって天下り先を確保するとかね、そのために補助金持ってきて天下り官僚の給料をね手当てするとか、まあ、そういうところに長けたやつが事務次官で局長で偉くなるんですね。私枝健二も42歳で愛想が尽きて辞めました。古賀茂明さんも辞めました。まあ、そしてご承知のようにテレビで活躍をされてこられて、まあ、メインは報道ステーションの、レギュラーコメンテーターだったんですけども、先ほど言いましたように、まあ、どういう事情があったか、昨年3月いっぱいで、降板をしました。ただどっこい、それでも引き続き I'm not 安倍だと、まあ、そこに書いてありますね。 I'm not 安倍、私は安倍さんを支持しないと、安倍の暴走は絶対許さない、こういう活動をですね、全国で展開をしております。今日はわざわざですね、あんまりこういうところに立たない、もう古賀茂明さんというのはあんまりこういう特定のですね候補者の応援なんかしない人なんですけども、今日はぜひこの前前雄一さんだけは、前前雄一さんだけはぜひ応援したいということで来ていただきましたので、ぜひ古賀茂明さんのお話を聞いていただきたいと思います。あとに、ぜひ前前雄一さんお願いいたしまして、私民進党代表代行枝健二からのお願いといたします。どうも本当にご清聴ありがとうございました。ただいま前山雄一さんの、応援の弁を取っていただきましたのは、民進党の代表代行枝健二衆議院議員でございました。そして、この車の車上には今ご紹介がありました元通産官僚で今フォーラム4という団体の代表も務めいただいております古賀茂明さん、古賀茂明さんも前山雄一の応援に駆けつけてくださいました。ぜひこのスリーショットをまずは皆さん、ぜひ皆様方に広めをさせていただきたいと思います。それでは古賀茂明さんに応援の弁を取っていただきます。古賀さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私はこういう街宣車で、なんか特定の候補者の、まあ、街宣車の上に上がって話をするというのは生まれて初めてです。実は今まで1回もやったことないです。風ですごく揺れてますよ。ちょっとびっくりしてるんですけれども、まあ、なんで、前山さんの、まあ、今日の、ね、集会にこうやって、出させていただいたのか、特に民進党を支持しているわけじゃないんです。民進党にも、ね、いろんな人がいますから、まあ、自民党もね、他の党も同じです、まあ、共産党だけは多分ほとんど皆さん同じだと思いますけれども、普通の政党はいろんな考えの人がいますよ。で、ほとんどの政治家は嘘つきだと私は思っています。だけどこの前山さん違うんですね。でこれは一つですね、皆さんぜひ時間があったらね見ていただきたいんですけど、スマホでもパソコンでもいいんですけど、いろんな候補者とか国会議員のホームページを見てください。でそこにはですね、その人の、まあ、主張が書いてありますよね。で真山さんのホームページ、この間ちょっとね変わってね、僕びっくりしちゃったんですよ。それは何かっていうとね、脱原発、これをね、ただ脱原発って書いてる人いくらでもいますよ。民進党の議員でも脱原発進めますとかね、原発ゼロを目指しますっていう人はたくさんいるんですよ。たくさんいます。だけどそれじゃダメなんですよ。だって原発ゼロを目指しますって言ったっていつなんですかね。今民進党は最終の公約ってまだ出てませんよね。ですけど、まあ、今30年代ゼロとか言ってるんですけど、これは非常に甘い公約なんですよ。30年代っていうのは39年12月31日まで入ってますからね。20何年先まで原発動かしますって宣言してるのと同じです。でもその中でも民進党の中でもね、いやいやもっと早くやめなきゃいけないと思ってる人たちもいるんです。
思っててもでも言えない人はほとんどですよ。見てください、原発即ゼロって書いてる人は一人もいないですよ。僕一生懸命探したんですよ。そしたらたまたまね、真山さんの見てたらね、すごいことが書いてあったんですよ。なんて書いてあったか、原発の再稼働をやめてって書いてあったね。原発の再稼働をやめるってどういうことですか。原発動かさないってことですよ。で今仙台原発しかね動いてませんけど、仙台原発の再稼働をやめれば原発ゼロがまた実現するんですよ。で廃炉を進めると書いてある。ただね動かさないだけじゃなくても廃炉しちゃおうと、原発の再稼働をやめて廃炉を進める、ここまではっきり書いている人は真山さんだけです。で多分ねこれ僕はこういうこと喋ってると民進党の方々の中でドキドキしてる方がいらっしゃると思うんですね。いやそんなことしたらねもう連合に怒られるとかね、でそういうことを僕は平気で言っちゃうのであんまり呼ばれないですけど、でもねその本気度っていうのを僕は買いたいんですよ。でそういうことを勇気を持って言える人で本当のことを言ってますから。だってそれやるとねいろいろね応援してくれなくなっちゃうんですね。いろんな団体が、団体に応援してもらえないと選挙できないっていう候補者がたくさんいて、そういう人たちは怖くてね何にも言えなくなるんですよ。でも本当はそうじゃないんですよ。本気でね戦う、それをね信じられる候補であれば皆さんが支援するでしょ。みんなで応援すればいいじゃないですか。企業や団体は真山さんは企業や団体からの献金ももらってません。だからそういうね組織にね応援してもらえないんだったら市民が応援すればいいんですよ。だから僕はあんまり政治家信じませんし政党も信じません。はっきり言ってね、アイアムノット安倍ってこと書いてあるんですけど、アイアムノット安倍だけじゃないんですよ。もうノーモアパーティーズって言いたいんですね。もう政党なんかうんざりだと、もう嘘ばっかりね聞かされてきたと。でもそれで諦めるわけにいかないじゃないですか。で一人でもとにかく本当のことを言ってくれて本気で戦う人を応援するしかないです。だから僕は民進党を支持するっていうことを言いに来たわけじゃないんですけど、真山さんに頑張ってもらって民進党を変えてもらおうじゃないかという思いで来ました。枝さんたちもね同じ気持ちだと思いますよ。だからそういう気持ちを持った人を何とかして応援してほしいなということです。で、あんまりね民進党の悪口言っちゃいけないんでね、自民党のことをね少しお話ししたいです。私がこの I am not 安倍、 I am not 安倍って言ったのは単なる安倍批判じゃありません。私これね最初に言ったの、これ有名になったのは3月の話、2015年の3月なんですけど、最初に言ったのは2015年の1月23日でした。1月23日、その時何が起きてたか、後藤健二さんですよ。後藤健二さんが IS に捕まって、ね、人質になって殺されるかもしれない。でその時ですね、日本の政府は何をしていたか、後藤健二さんを取り戻そうなんてしてなかったですよね。陰で交渉してたのは後藤健二さんの奥さん、個人で細々と、ロンドンのね NPO とかの助けを借りながらなんとかしてね後藤健二さん戻ってきてほしい、必死に身代金の交渉をしてました。その最中ですよ、安倍さんが何をしたのか、中東に行ったんですよ。人質取られているね、こんなことありえないですよ。人質取られているところにわざわざ総理大臣が出かけて行って何と言ったか、IS と戦う周辺各国に2億ドルの支援をいたします。要するに IS と戦いますよっていう宣戦布告をしちゃったんですよ。後藤さんはまだ生きてましたよその時。それで私はこれはまずいと思ったんですよ。後藤さん素晴らしい方なんですね。後藤さんは昔ね、イラク紛争で、フセインが倒された後アメリカがねフセインの残党を全部ね、駆逐しようということでイラク国内で空爆をしたり、とにかくですねテロを撲滅と言ってですねどんどん市民を巻き添えにしてた時に後藤さんはそれを取材に行ったんです。で帰ってきてね NHK でそれを放送することになってたんですよ。
ところが当時のですね政権の圧力でそれが止められました。なぜかというと、だってアメリカのね空爆なんかで、ね、手足をもがれた子どもたち、ね、怪我をして苦しんでるお母さんたち、そういう映像が流れるわけですよ。困るじゃないですか。で、その頃ね、安倍さんは官房副長官とかね、やってましたよ。だから僕分かったんですよ。安倍さんは後藤さんのことよく分かってる、よく知ってる。で、これからね集団的自衛権を認めようという、そういう法案を出して議論しよう。その国会の前にですね、毎日後藤さんが帰ってきて、シリアでね、有志連合、アメリカや有志連合のですね空爆で苦しんでいる子供や女性がね、そういう映像がネット上に氾濫したらどうなりますか。集団的自衛権やめてくれ、そんなことはね私たちは望んでません、そういう世論が高まるんじゃないですか。それを恐れたから後藤さんを見殺しにしましたよ。だけど僕はそれじゃいけないと思った。で、その時ね、ちょうどテレビではどういう議論が行われてたか、後藤さんが捕まってるっていうね映像が流れた直後、その直後はねやっぱりね、いや安倍さんこんな時に中東行ってんのおかしいじゃないかっていう人がたくさんいたんですよ。そしてテレビのコメンテーターでもそういうことを言った人がいたんです。ところがもう一回言ったらですね、その次から出さなくなりました。そしてメインキャスターがみんな何て言ったか、今安倍政権はテロと戦っている、ね、戦争と同じだ、こんな時に安倍政権の批判をしていいのか、国民は一丸となって安倍政権を支えて一緒に戦うべきだ、こういうふうにみんな言い始めたんですよ。私はこれはおかしいと思いました。だってそうでしょ、アメリカだってねテロと戦ってるって言ってます。だけどアメリカがね空爆始めた時はものすごい国内で議論がありました、賛成と反対と、それが当たり前ですよ。ところが日本では反対の言論が全く認められない、そんな国にしちゃダメだ、だから自分だけははっきり言おうと思って I am not Abe と言いました。そしてもう一つ I am not Abe、 わざわざ英語で言ったのに意味があるんですよ、ね、あの安倍政治を許さないとかそういう標語もありました。でも僕は I am not Abe って言ったのは英語なんです。なぜか、世界に伝えなきゃいけないからですよ。安倍さんは世界中を歩き回って何て言ってますか、私たちはアメリカと一緒に戦争する国になりました、世界中に武器を売り歩きます、世界中に原発を輸出します、それが日本です、そう言って歩いてるんですよ。で、日本のイメージがもう完璧に今変わってしまいました。日本はアメリカの仲間だ、アメリカの正義が日本の正義だ、ついこの間までは日本っていうのは戦争しない国でした。70年間一度も人をね殺したことがない自衛隊は、そんな国はね大国では日本しかないんですよ。70年かかって築き上げた平和主義のブランド、これをね捨てちゃおうとしてた、これはまずいじゃないか。安倍さんはそういうふうに世界中で言って歩いてる。だけど日本人は違いますよ、私たち一人一人は安倍さんと考え違いますよ。だから I am not 安倍なんですよ。それを一人一人がね、アイアムノット安倍だと、私たちは安倍さんと違うよという声を上げなきゃいけないんです。これを掲げて、ね、ネットでどんどん発信しましょうよ。日本人は違うよと、絶対誰のことも殺したくない、殺されたくない、戦争なんか絶対しない、ただただ人を助けに行きたいんだということを訴えようじゃありませんか。もう一度日本は平和の国だ、日本は平和の国だというですね、そういうアピールを世界中にしようじゃありませんか。そのためのアイアムノットアベなんです。で、そのためにはですね、本当にみんな一人一人がね自由に意見を言えるようにならなければいけません。マスコミの役割は非常に大きいですよ。今すごく心配です。何かね、まあ、マスコミの人も含めてね、日本人がね気がつかなくなってます、いろんなおかしいことに。これはね、みんな
安倍政権の圧力のせいで言いたいことが言えなくなったんだ、そういうふうに言われてます。確かにそういう時期はあったんです。私がアイアムノット安倍と最初に言った2015年1月報道ステーションの番組の最中にですね、いいですか、これはね本当のことですから、菅官房長官って横浜の人ですよね、横浜選挙区、あの方のですね秘書官何人かいますが、そのうちの2人別々にですねテレビ朝日の報道ステーションの幹部、それから報道局の幹部にショートメールで、なんだあの古賀の発言はというメールを送ってきたんです。番組中ですよ。彼ら圧力かけてませんと言ってますけど、嘘です、大嘘ですから。そしてもうそれで番組は大騒ぎになりました。で普通はここで戦わなきゃいけないんですよ、テレビ局は。ところがテレビ朝日報道局長篠塚さんという人がですね、大変だ大変だって大騒ぎですよ。それで、ああもう古賀は出せないなと、こうなりました。で3月で終わりだと、4月から出さないと言われたので、私は3月の27日にですね思い切ってこの I am not 安倍というフリップを出したんです。これを出したからクビになったんじゃないんですよ。もう自由に発言できないと分かったから、みんなに伝えたいと思ってこれを出したんです。そしたらね、こういうことをやってマスコミの人が応援してくれると思いましたよ。そうだと、私たちも立ち上がりたいね、一緒に本当のことを伝えたい言ってくれると思いましたよ。ところが何ですか、みんな黙っちゃったんですよ。それぐらい深刻ですよ。だから皆さんね、気がつかないうちに、例えば報道ステーションで安倍さんの、ね、批判するでしょ。でもその陰でね、報道されないことがいっぱいありますよ。特に原発のことはほとんど報道されてません。文殊ね、高速増殖とか言われてますけど、夢の、ね、原子炉とか言われてますけど、あれ結局ね、あの残すっていう方向で、あの5月31日あじゃないよ、あの5月27日あの広島訪問、あの時にね、そういう報告書がね、内緒で出されて、まあ内緒じゃないよ、公表されてますよ。だけどそんなこと誰も報道しないでしょ。気がつかないです、私たちは。教えてもらえないです、本当のことを。そうなっちゃってる。だから本当に危ないです。で世界中が心配してますよ、今日本の報道自由、世界のね、報道の自由度ランキングっていうのがありますけど、なんと72位です、今72位ですよ。72位って言ったらもう、周りはアフリカの国ぐらいしかないですよ。それぐらいひどくなってる。国連の人権理事会っていうところがあります。そこの特別報道官、ね、デビッド・ケイさんという人がこの間4月に来ました、日本に。なんで来たんですか。日本の報道の自由が危ないと、危ないから調べに来たんですよ、国連が。そんな国になりました。そしてデビッド・ゲイさんと私話しました、2時間ぐらい。そしたらね、彼が何て言ったか、あ、もうすぐ終わります。あのね、何て言ったかっていうと、いや古賀さんが話したこと名前出して報告書に書いてもいいですかって聞くんですね。いや、いいですよ、僕の名前を出して僕が言ったことは全部書いてくださいと言いました。そしたら、ああよかったって言うんですよ。どうしてですかって言ったら、いろんなジャーナリストと会いましたと、いろんな人に話を聞きましたと。ところがみんな政府の圧力がある、なかなか本当のことを書けない、そういう話をするのに名前は出さないでくれという、匿名でやってくれという、そんな国なんですか日本はって言って驚くんですね。すごく心配してましたよ。だから放送法4条でね、いろいろ圧力をかけてる。もうデビッド・ゲイさんは帰るときに記者会見でね、放送法4条やめろと言いました。それから日本のマスコミに呼びかけましたよ。みんなね、横の連帯はないのかと、ね、だって新聞社同士で喧嘩してるでしょ、読売新聞と朝日新聞でね、けなし合ってるでしょ。そんな国どこにあるんですか、ね、安倍政権この暴走、無知と傲慢の暴走と私は呼んでます、ね、
安倍さんって本当に経済音痴ですよ。僕は皆さんあまりよく分かってたかもしれないけど、経済産業省というところでほとんどずっと経済政策をやってました。経済見通しを作ったり、景気対策をやったり、あるいは産業再生機構っていうのを作ってですね、不良債権処理をやったり、経済の話をずっとやってきました。だけどね、安倍さんぐらい経済分かってない総理は珍しいですよ。これはね、私たち国民にとっては悲劇です。アベノミクスとか言って、まあ、人からいろいろ含まれたことをね、カタカナにして何か言ってますけども、本当にもう恥ずかしい状況になってます。でもそれ危ないです。だけどそれは何でかっていうと、知らないからなんですね。本当のことを安倍さんは無知なんですよ。そしてもう一つ問題なのは、無知でもね、たまには間違ったって気づいてくれればいいです。で、謝る気持ちを持ってればいいです。でも謝れない人なんですよ、あの人は。過ちを認められない人なんです。で、これが日本にとっては危ないんですよ、ね、知らない、何も知らない、そして絶対謝れない、無知と傲慢の暴走がどんどん進んでいます。このままだと本当に日本は危ないですよ。日本の経済、いいですか、本当のことを言う政党はありません。自民党も民進党も本当のことを言ってませんよ。大変なんですよ、これから日本は。だからね、社会保障を何でもやります、増税延期します、そんなこと言ってね、喜んでられませんよね。で、国民の方がずっと分かってますよ。国民の皆さん心配ですよね。心配で心配でしょうがない。若い人たちはもうどうせ俺たちの年金なんかもらえないに決まってる、私たちの年金なんてね、将来は暗いんだと思ってますよ。だから貯金するしかないじゃないですか。使えませんよ。スーパー行ったって何でも高すぎますよね。僕も本当にね、時々言いますけど驚きますよ。果物とか買おうと思ってもね、こんな高いんだからちょっと今日はやめとこうってなっちゃいますよ。どうしてですか。円安で、とにかく輸入品は上がってますよ。円安って何ですか。いいですか。1ドル80円でしたよね、何年か前ね。っていうことは、私たちが、ね、働いて1ドルの給料っていうのは80円だったんです。どこね、でアメリカ人は今、ね、同じ1ドルでも今120円、まあ、100円とか110円とか120円になってるんですよ。日本と比べてすごく上がってる。逆に言えばアメリカ人から見ると、え、日本ってまだそんな安い賃金で働いてんの、こういう状況です。つまり日本の企業はですね、とにかく人件費を切り下げる競争だけをやってきました。だから請負だとかね、派遣だとか増やして給料下げたんで、給料下げないと競争できないんですよ、能力がないから。他の国、ヨーロッパはどんどん賃金を上げてきました。労働時間も短くしました。それでも戦える企業を作ってきました。でも20年ぐらいかかりました。日本はその代わりに賃金を何とかして下げよう、派遣と、ね、請負を増やしました。それでも競争できない。だから政府に頼んで円安にしてくれと。円安にすれば日本の給料はね、世界的にすごく安くなるんです。安くなりました。それでウハウハでしたよ。企業はものすごく儲かりました。だけど私たちは買うものは世界中から輸入してるじゃないですか。全部高くなりましたよ。だから苦しくて当たり前です。つまり私たちは何をやっているかというと、自分の労働をどん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 安くして切り下げて、生活の質を落として、そして企業のために貢献しているんですよ。そんな世界を、ね、それを作ったのはアベノミクスですよ。まあ100円ぐらいまでは我慢できたかもしれません。だけどそれ以上はもうね、許しちゃいけないんですよ。日本の価値はもっともっと高くしなくちゃいけません。で、苦しいです、大変です。だけどその大変さをみんなで分かち合わなきゃいけない。でもただ分かち合うって言ったってね、皆さん気をつけないとね、既得権を持った人たちだけは傷つかない。でも普通の市民は損ばかりする、そういう世界が広がっていく可能性が強いんですよ。だから既得権と戦える人、そういう人をやっぱり応援しなくちゃいけませんね。既得権って何ですか。いっぱいありますよね。私たちは関係ないと思ってるかもしれないけど、例えばね、お年寄りはかわいそうだ、お年寄りのためには何とかしなくちゃいけない。だけどお年寄りの中にもね、お金持ちと本当に貧しい人がいます。中小企業は大変だ、かわいそうだ、だから中小企業のためにね、お金を使わなくちゃいけない。でも中小企業の中にだって
ものすごく裕福な経営者もたくさんいますよ。そういうのを10杯人からげにしちゃダメなんですよ。農家がかわいそうだ言うかもしれませんけど、農家とね、東京や横浜で非正規で働いて一生懸命働いても年収200万、そういう若い人がたくさんいますよ。ね、そういう人たちにじゃあ誰がかわいそうだからお金あげましょうって言わないじゃないですか。でも農家だったらかわいそうだからお金をあげようになっちゃうんですよ。でそれもいけないです。経団連もね、いけないし、農協もいけないし、ね、医師会もいけないし、ね、そういうとこたくさんあるけど、でも私たち一人一人もね、やっぱり甘えてるところがあるんじゃないんですか。だから助けなくちゃいけない人は助けましょうよ。本当にかわいそうな人は助けなきゃいけない。本当にかわいそうな人ってどういう人ですか、ね、東日本大震災あるいは熊本の地震、ね、ああいう悲惨な状況を見てたくさんの寄付が集まりました。それはお金持ちだけが寄付してるんじゃないですよ。お金がない人だって自分の小遣い削って、ね、少しでも役に立てないか100円、1000円寄付した人たくさんいるじゃないですか。それはどうしてですか。やっぱりこの人たちはかわいそうだ、ほっとけない、そう思ったからお金出したんです。じゃあそういう人にお金を出しましょうよ。政府にもそういう人たちのためだけにお金を使ってもらいましょうよ。そのためだったら皆さん税金払うじゃないですか。消費税上げたっていいじゃないですか。本当に困ってる人だったら。じゃあそういう世界を作っていくためにはやっぱりみんなね、損したり得したりいろいろあります。でも政治家は本当のことを言わなきゃいけない、ね、何でもやってあげます。私たちに票を入れてくれればバラ色です。そんなことを言う政党や政治家信じちゃいけませんよ。これは自民党だけじゃないし他の政党も同じです。そういう本物の政治家を一人一人を見極めて応援していく、それが市民に任された責務だと思います。私たちが賢くなって責任を果たさなければ決してこの国は良くならない。だからそういう市民の力を結集していこう。そういう意味で私は今日この壇上に上がりました。そして真山さんはそれをやってくれる数少ない政治家だろうというふうに思っていますので、ぜひ皆さんでご支援をしていただければと思います。ありがとうございました。ただいま応援の弁をいただきましたのは元通産官僚で今経済産業省ですね、フォーラム4という団体の代表も務めていただいております古賀重明さんでございました。前山雄一の応援に駆けつけてくれました。なんとこういった街宣車の上で演説するのは今日が初めてという古賀重明さん、本当にありがとうございました。劉博文衆議院議員、ぜひどうぞこちらの方にお越しください。前山雄一の選対法務長もこの度引き受けております。劉博文衆議院議員より応援の弁をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんどうもこんにちは。ご紹介いただきました、衆議院議員の劉博文でございます。今日はですね、前山雄一参議院議員、この候補予定者の、この街宣活動にですね、多くの、皆様方にお集まりをいただき、また先ほど来市民の皆様方にも激励をいただきましたことに、心から感謝と御礼を申し上げたいと思います。実は真山さんはもう皆さんご案内の通り、日本テレビの元キャスターでございます。私は実は12年半前までテレビ朝日で政治記者をやっておりました。当時からですね、まあ局は違えども、ジャーナリストの先輩としてですね、さまざまお世話になってきた、そういうご縁もあるわけでございます。今回私どもが3月の27日に民進党を結党した、今の安倍一強政治に対して何としても対抗できるしっかりとした勢力を作っていかなければ、この日本の民主主義が本当におかしな方向に向いてしまいかねない、そういう我々は思いでこの新しい政党を立ち上げたわけでございます。私たちこの神奈川においても何としてもですね、この2議席を獲得したいということで、
真山さんがこの2人目の候補者としてこの神奈川県の選挙区から挑戦することになったわけでございます。まあ旧維新とか旧民主とか言ってられないんです。私たちが大きくまとまったからにはやはりそういった枠を超えて、そしてより多くの市民県民の皆様方と連帯をしながらですね、今の安倍一強政治に対抗していく力をこの真山さんを中心にですね広げていきたいというふうに思っております。真山さんは労働組合あるいは各種団体、そういった支援が全くありません。大変厳しい戦いになります。しかししがらみがないからこそ堂々と自分の主張をしっかりと訴え、そしてまたそのことをしっかりと国会の場でも国政の場でもですね皆様方と約束をしたことを実行していく、そのことは私から見ても皆様方に間違いないとお約束を申し上げたいというふうに思います。今本来だったら私は衆参同日選挙に安倍さんは踏み切るべきだったと思う。アベノミクス、アベノミクス、この3年半ずっとその言葉ばかりを聞かされてきました。来年この4月の消費税率 10% 引き上げ、これをですね 10% へ引き上げるということを再延長した。しかし皆さん2014年のですねあの解散、秋の11月の解散の時にはもう再延長することはないと断言するとまで言ってたわけじゃないですか。私はこの3年半の安倍政治でしっかりといわゆるこのアベノミクスが成功して多くの皆さん方が景気回復の実感を感じていたならば、それはここで来年の先送りを決める必要はなかったんです。まさにアベノミクスの限界というものが来ているということは間違いありません。私たちは普通の人たちからしっかりと豊かさを感じてもらえる、この分厚い日本の成長を支えてきた中間層、これをもう一度しっかりと取り戻していくことができるような政治をやっていきたいというふうに思っております。安倍政権になってまさに公共事業費がそれまでの倍の10兆円にも膨らんでしまった。しかし残念ながらその2兆円3兆円は余ってるんです。使い切ってないんです。2兆3兆あったら何ができますか。経済的な理由から学ぶことを諦めかなければならない子どもたちのための給付型の大学や専門学校に行くための奨学金制度だって創設はできる。あるいは待機児童の問題、これを解消するための保育士の給与の引き上げや、あるいは施設の拡充、そんな子どもたちの将来のためへの投資に回したらどれだけ国のためになるか。整備新幹線じゃないんです。必要なのはリニアの前倒しでもないんです。今まさに喫緊にやらなければいけないことはやはり人への投資だし、そしてそのことによって将来の日本の担い手である人材育成にもなるわけです。そして雇用の問題だってそうです。今の安倍政権は大企業一辺倒です。しかし我々民進党はですねこの 99.7% を占める中小零細企業へとしっかりと目を向けていこう。例えば我々はですね先の通常国会に中小企業を支援するためにですね今多くの中小企業も実はいい人材欲しいんです。しかしなかなかね雇うことが経営が苦しくて難しいけれども、我々はそういった中小企業の皆さんが正規で雇用していただいたならばしっかりとそれに対してこの社会保険料の事業主負担を半額きちっと面倒を見ようと、この支援をしようというような法案も出させていただきました。そうすれば
今4割の非正規雇用の皆さん方の中で少しずつ少しずつ正規雇用にと切り替えていくことだってできる、そういう好循環だって生まれてくるんです。法人税をこれ以上下げたって、ね、その恩恵を受けるのはほとんど大企業ですよ。しかし大企業が収益を上げても実質賃金は上がってないじゃないですか、ね、あるいはですよ、国民の皆さんの8割が、ね、まだまだ厳しい状況だ、そういうですね声に私たちはしっかりと応えていく、そういうアベノミクスに対する対案、私たちのしっかりとした対抗軸を示しながらこの参議院選挙に臨んでまいりたいというふうに思います。もう一点だけ申し上げたいと思う。後ほど前山さんからも話があると思いますけれども、私たちは共にジャーナリスト出身の議員でございます。今の安倍さん、安倍政権の閣僚の中に、ね、この放送法というもの、メディアへの圧力とも受け取れかねない、そんなですね、まさにこれまで私も多くの自民党の閣僚というものも見てきたし取材もしてきたけど、そんな一線を越えるような発言をするような人はいなかった。表現の自由、ね、報道の自由、それはすなわち国民の皆様方の知る権利をしっかりと守っていくことなんです。このことは何としても私たちは守り続けていかなきゃならない。真山さんと一緒にそういったマスコミ出身の議員としても仕事をさせていただきたいし、そのためにはですね、何としても真山さんに7月の10日もう一度皆さん、この神奈川の地から今度は参議院議員として再び国会に送っていただきたいというふうに思います。私もこの真山さんの選挙の責任者として力いっぱい、これから7月10日までですね、真山さんと一緒にこの神奈川県内を訴えてまいりたいと思います。しかし定数4をめぐって本当に大激戦ですから、皆さん今日ここにおられるお一人お一人の皆様方に真山雄一、この真山雄一のですね名前を広げていただき、その輪を広げていただき、そして皆さんと一緒になってこれからの参議院選挙勝利へ向けて頑張ってまいりたいと思います。どうか真山雄一さんへの支援を心からお願いを申し上げまして、私選対責任者衆議院議員牛博文からの応援とお願いの弁とさせていただきます。どうもありがとうございました。牛博文衆議院議員から前山雄一への応援演説をいただきました。ありがとうございました。それでは大変お待たせをいたしました。これより先に行われます参議院、この神奈川県から挑戦をいたします民進党2人目の公認候補予選者でございます、前山雄一、前山雄一より皆様方にお伝えをさせていただきたいと思います。前山さん、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、お待たせをいたしました。本当に長い時間になってしまいましたね。申し訳ありませんでした。でもそれだけ私のことを思い、私のことを応援してくれる神奈川の皆さんがこんなにたくさんいるということを今はっきりと知りました。本当にですから、絶対に負けないいけない、負けてはいけない戦いである。今私はそれを実感しております。これからあと1ヶ月余りですけれども、全力で私真山雄一、この神奈川県選挙区で戦ってまいります。どうぞ皆さんと一緒にこの神奈川から政治を変えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日は大成功でした。枝代表代表も来ていただきました。そしてあの古賀茂明さん、初めて、まだおられますね、はい、ありがとうございました。初めてですね、街宣車の上で演説をさせてしまいました。大成功です。私は脱原発、
この問題を、あの福島事故以来、私のライフワーク、やはりマスコミ出身、メディア出身の議員として、やはり国民の命を考えたら、本当に原発が今必要なのかどうか、そうしたことから、今、この活動を進めさせていただいております。だんだん事故から日が経って、少しずつ皆さんの中には、そうした意識が薄れている、そんな印象もありますけれども、私、真山雄一はいつまでもこの日本から原発をなくしたい、この思いを皆さんと一緒に続けていきたいというふうに思っております。そして今回この神奈川県選挙区から挑戦をいたします。その私の思いを皆さんにほんの少し、もう少し時間をください、お話をさせていただきたいというふうに思っております。今私たちの周りで、そして私たちの社会で何かおかしなことが起きてきている、そんな気を皆さんはお持ちではないでしょうか。あの安倍さんが宣言をしたアベノミクスから3年半余りが過ぎました。今皆さんの生活振り返ってみてどうでしょうか。もしこのアベノミクスが成功していれば、今頃私たちは景気も回復をして、そして格差もなくなって、そして私たちの暮らしも少しはゆったりをして、今日この桜木町、お買い物あるいはお食事に来ていても、いつもだったら800円の定食でも、今日はちょっと奮発して1000円あるいは1200円のランチでも食べようか、そんな気になると思いますよね。だけどどうでしょうか。あれから3年半も経ったのに何が変わったというんでしょうか。私たちの生活の中で、私たちの生活の中で変わったのは、まず株が上がったことじゃないですか。そして円安で企業が儲かったことじゃないですか。そしてさらには物価が上がっている。でもその一方で私たちの収入は一向に増えていない。3年半だってアベノミクスっていうのは一体何だったんだろうか。皆さんもそんな今気をお持ちだと思います。それなのに先日のあの安倍総理の演説、記者会見聞いてみてくださいね。ちっともアベノミクスは失敗したということを言わないどころか、いやあれは世界経済が悪いからアベノミクスは成功しなかったんだ、人のせいにするんですよ。総理大臣たる者が自分のやってきたこと、それを人のせいにするんじゃなくて、やっぱり失敗してるんだったらちゃんと認めてもらいましょうよ。で、それが一国の最高責任者の本来の政治家としての立場ではないかというふうに思っています。今あの3本の矢、一体どこへ飛んでっちゃったんでしょうか。どこへ行っちゃったんでしょうか。私たちの暮らし、デフレからインフレ、そして景気回復と言われていたのに、3年半前から今何が変わってますか。変わってないどころか、むしろ悪くなっているんじゃないか。私はそんな気がしてなりません。そして正社員が減って非正規が増える、派遣が増える、保育園が足りなくて保育園に行けない、保育園に子供を預けられない、お父さんお母さんが困っている、そして貧しい学生の奨学金が欲しくてもなかなかそうした道がない人もいる、子供の貧困だって今増えていると言われますね。私なんか本当にそんなに子供が、貧しい人が本当に増えているのか、そうした気持ちでいつもいつも政治の場で調べていますけれども、今本当に私たちの周りでは7人に、いや6人に1人が貧困の子供たち、収入200万円以下、そして片親、本当に満足な食事も取れない、満足な教育も受けられないのような、そうした子供たちが現に私たちの周りに増えてきている。これが現実なんですよ。これが安倍さんのやっているアベノミクスの結果じゃないでしょうか。少しも私たちの暮らしは良くなっていない、良くなっていないどころか、格差がどん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 広がってきている。そしてさらにこの格差を広げるようなことを安倍さんはまた言い出しました。先日の記者会見、同じような仕事をしているんなら同じ給料をもらう、これは私真山雄一も前々から主張してきました。なんで会社で机を並べて
同じ仕事しているのに給料が正社員の半分しか非正規をもらえないんだろう。そんなことをいつも思いながら仕事をしていらっしゃる方が多いんじゃないか、私はそう思っています。安倍さんのあの言葉、一億総活躍社会、本当に皆さんが本当に自分の仕事を楽しんで、そして生活を楽しんで活躍をする仕事をしているでしょうか。私真山雄一は一億総活躍社会などというものは今私たちの周りには存在しない。私たちの周りにあるのは一億総格差社会だ。一億総格差社会がある。私はそう申し上げたいというふうに思っています。今日本の景気が回復しないのはとても単純なことなんです。それは私たち一般国民の収入が上がらないから、格差がどんどんついてしまっているから。なんで働く私たちの給料を上げてくれないんでしょうか。財務省も経済の専門家も言ってるじゃないですか。今日本の景気が良くならないのは消費が拡大しないからだ。消費が拡大しない、つまり今日今ここにいらっしゃる皆さんもそうですが、お金を使いたい気持ちになりますか。お金を使おうと思いますか。使いたい気持ちは起きない。なぜか、それは収入が増えないし、それ以上にこれから先の生活の不安もある。そしたらうっかりお金が使えない。少し倹約をしよう。食べたいものも少し控えよう。遊び旅行にも行きたくてもそれをちょっと控えよう。今そうした縮小の経済、縮小の社会が私たちの目の前にあります。アベノミクスであの異次元の金融緩和というのをやって、どういうことなんでしょう。お金がいっぱい本来なら私たちの周りにあふれているはずですよね。そのお金が一体どこへ行ってしまったのか。それはごく一部のところで溜め込んでしまっていたり、あるいは市場にちっとも出てこない。これはもう明らかにアベノミクスの失敗じゃないですか。本来ならばそうしたところにお金が流れて、そして私たち国民が本当に生活の豊かさを感じるようになって、お金を使えるようになる。これが3年前アベノミクスがスタートした時に考えられていた形じゃなかったんでしょうか。アベノミクスは失敗しました。それにもかかわらずまだ続けたい。本当に大丈夫ですか。これ以上続けて私はますます日本の経済ダメになってしまう。ダメになるどころか取り返しのつかないことになってしまうんじゃないかと思っています。簡単なんですよ。経済を良くするのは公共事業をやることじゃない。さっきの話も出てました。10兆円もつぎ込んでリニア新幹線やって、新幹線やって、どこへそのお金が行くんですか。それは古い古いしがらみの政治じゃないですか。お金の行くところは所詮巨大企業か、ゼネコンが溜め込んでしまっている。そして一般に働いている人たちのところにはやってこない。これが公共事業の姿です。そんなことをやらなくてもいいんです。簡単です。今溜め込んでいるお金を少しずつ私たち庶民の生活のところにばら配って、そして少しでも豊かな暮らしを実感する、そうしたことを私たち国民に感じさせてくれることが何よりも今必要なことだとお思いになりませんか。 それができれば日本の経済は少しずつ、私はあのバブルの時のような右肩上がりの成長、こんなことはいくらもう期待したって日本ではありません。それよりも私真山雄一は本当に安定した成長、そして持続可能な私たちの社会をこれから作っていくことが必要だというふうに思っています。そのためには今お金がダブついているところから私たちにきちんと分配をする、そうした経済を確立していくことがアベノミクスよりも何よりも今求められていることではないかと思っています。本当に安倍さんは私たち国民のことをどう考えているんでしょうか。国民の生活をどう思っているんでしょうか。そしてそれは国民の命をどう考えているかにつながると思います。安倍さんが今やっていることは国民の方を向いていません。そして格差を作ることを平気でやっています。国民の命を一体どう思っているのか、私はもう怒りに燃えて本当にたまらない気持ちでいます。そして安倍さんはそうした本当のことを言う、例えば経済学者言うことを聞かないんですね。取り巻きのごく一部の経済学者の言うことを聞いてまだアベノミクスをやろうとしている。
本当にこれは破滅への道を進む、私はそんな今心配を持っています。なぜ他の経済学者がちゃんと言わないのか、なぜ経済の専門家がアベノミクスはおかしいじゃないか、誰も声を上げて言わないでしょう。これも私の心配の一つです。安倍さんはやはりメディアを押さえつけよう、言論を押さえつけよう、こうした動きがだん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 激しくなってきています。今ちょっと安倍さんの批判をしたり、あるいは政府を批判するようなコメントをすると、新聞もテレビもたちまちのうちに押さえつけられてしまう。そうしたことが先ほどの話の中にも出ました。古賀茂明さん、私は大変だと思うことは、そうしたことを実際に経験している、実感として体験している、つまり政府から圧力をかけられたんだということを感じている、そうした方がテレビのコメンテーター、あるいはニュースのキャスターの中にいるということが大変な問題だと思っています。私も30年余りテレビの世界で報道の現場から皆さんにニュースをお伝えしてきていました。その長い生活の中で、やはり政府の圧力らしいものをかすかに感じたことがありました。やはりそれはあまりきつい政府批判をすれば政府の方は気になります。やはりキャスターなりテレビ局なり新聞になんとなくいろんなことを言ってくることもある、そういう雰囲気を感じたことがありました。でも今ほど露骨じゃありませんよ。今の本当のメディア規制、あの言論に対する弾圧、本当に露骨です。露骨にやってきています。これが私がとても心配していることなんです。私はメディアの世界で働いてきて、そしてやはり今現実に私たちの社会で起こっていること、あるいは政府が何をやっていて何をやろうとしているのか、そうしたことを国民の皆さんに正確に事実を忠実に伝えていく、これが新聞テレビメディアの大事な仕事だというふうに思っていました。どこの圧力にも屈しないで、そして国民の知る権利にきちっと応えていく、これが何よりも民主主義を守るとても大事なことだと思って仕事をやってまいりました。今安倍さんのやってること、民主主義を潰そうとしていることです。メディアが正確なことを国民の皆さんに知らせようとすると、それに圧力をかける。私が心配しているのは、この先に何があるかということなんです。メディアを押さえつける、その先に何があるのか。メディアに政府批判をさせない、言いたいことも言わせない、この言論弾圧、そして国民に知る権利を奪うようなことをしていく。これは取りも直さず、今私たちが自由に発言をしたり、自由に物を言ったりしている、この雰囲気、これは民主主義がきちっとあるからです。今安倍さんがやっている言論弾圧、メディアに対する規制、これが進んでくれば、おそらく国民の皆さんの間でも自由に物を言ったり、あるいは政府を批判したりしたら、それを押さえつけるような、そんな雰囲気がだんだん出てくる心配を、私真山雄一はメディアで働いていたその長い経験の中からとても今心配をしている、懸念を持っています。先ほどの枝代表代行の話にもありました、だんだん言論の弾圧が続いてくる、そして国民の知る権利が奪われる、国民が言いたいことも言えなくなってくる、これはどういうことでしょうか。大本営発表と同じです。政府の言いなりにならなくちゃならない、そんな社会が私たちのところにできてしまったら、これはもう取り返しのつかないことです。ぜひそうしたことからも、この安倍さんの独走、いや暴走、これをこの夏の参議院選挙で止めていかなければならない。私真山雄一はメディアで働いていた出身の国会議員として、今本当に心配に感じ、そしてこれを国民の皆さんに訴えていて、ぜひ今政府がやろうとしているこのことを止めていかなければならないと思っています。本当のことを、今世の中に何が起きているかということを、アベノミクスが失敗したのか成功したのか、そうしたことがだん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 国民の皆さんに伝わらなくなってくる、これを今状況がどんどんできています。私が今私たちの周りで社会で何か変わってきていることがある、まさに皆さんに申し上げたいことがこれなんです。気がつかないうちに、私たちが戦後70年しっかりと守ってきた民主主義が今大きく変えられようとしております。私はメディアの世界から政治の世界へ向かって、政治の世界へ
移動して、そうして感じたこと、あの2年前の特定秘密保護法、政府が、国が秘密を作って国民には何も知らせない、そして去年のあの安保法制、憲法違反の安保法制を作って自衛隊を海外に派遣して、場合によっては武器を使って相手の軍隊と戦わなくてはならなくなる。私はメディアの世界で何度か戦場へ行ったことがあります。本当にこの戦場の経験は私にとって大事な人生の宝物です。それは日本が戦争しないから。私は戦場に、あのイラン・イラク戦争の時にも戦場へ行きました。そして 9.11 の後、あの後ゲリラ掃討作戦に乗り出したアメリカのあのアフガンに向かっても取材へ行きました。その時に本当に私はゲリラに銃を向けられたこともあり、その時に私が日本人だということがゲリラに伝わって、ゲリラが日本人は戦争する国ではない、だから銃で撃つようなことはしない、そう私たちに言ってくれたんです。今や私たちの国は海外へ行って銃で戦争をする可能性が増えてきている、そんな国になりかねない。本当に私たちの国民は安全なんでしょうか。私たちの国は今まで通り安全でいられるんでしょうか。そんな懸念も今広がってきています。安倍さんは本当に先ほども言いましたが、国民の命をどう思ってるんでしょうか。本当に大切にしてくれてるんでしょうか。子供のことも将来の日本のことも考えて政治をやってくれているんでしょうか。原発だってそうです。なんで今原発を動かさなくちゃいけないんでしょうか。今皆さん自分たちの生活、私たちの生活を今振り返ってみてください。電気が不足していますか。皆さんのお住まいのところで停電が起きていますか。私は停電もなく十分に電気はあると思っています。それどころか4月から電力の自由化が始まったじゃないですか。そして自然エネルギーが今少しずつ私たちの暮らしの中に定着をしてきています。私は原発はいらない、そしてこれから先は少しずつでもいいから自然エネルギーを増やして、そして私たちのこの国を少しでも安全な国、そして子どもたちに安心して暮らせるようなその国を残すことが私たちの今を生きている私たちの責任ではないんでしょうか。それが私たちのやるべきことではないかというふうに思っています。今なんで原発は必要なのか。私真山雄一はどこの組織もどこの団体の支援も受けていません。これが電力会社の支援を受けていれば原発反対なんていうことは叫べないです。一切言えないです。再稼働反対なんていうことも言えません。私は特定の企業の献金寄付なども受けていない、紐付きでない自由な立場で私の主張を言うことができる。だから今私は皆さんたちと一緒に原発はいらない、原発をゼロにしよう、これを皆さんに訴えることができるし、憲法違反のあの安保法制も廃止をして、そして日本の平和のことについてもう一回皆さんと一緒に考えたい、こういうことも今提案をさせていただいております。私真山雄一は今回この神奈川県選挙区、本当に厳しい戦い、党の本人、私が一番感じています。定員が4人でも競争相手いっぱいいます。でも皆さんにぜひ訴えたい、それぞれの候補がどういうことを主張しているのか、どういうことを国民の皆さんとやっていきたいと考えているのか、ぜひそこのところをしっかりと見極めていっていただきたいと思っています。政治というのは今を良くすることも大事だと思います。でもこの先5年先10年先いや20年先、私たちの子供や孫のために日本をどうしていくのか、今この超高齢化、そして少子化の社会、これがあと5年経ったらどんな形になるんでしょうか。本当に年金は大丈夫なんでしょうか。お年寄りがたくさん増える中で介護のやり方が今のまんまでいいんでしょうか。年金は一体持つんでしょうか。私たち今お年寄りの年金を削って、そして若い人たちが納めている年金の掛け金は上がってきている。でも本当に5年後10年後20年後日本の年金大丈夫なんでしょうか。いっぱい不安があります。
本当に今だけのことを考えていたら、この先の日本、本当に私は心配です。私はメディアという世界にいて、政治のことはやはり今を考えることも大事ですが、政治にはこの先を考えてもらいたい、そんな思いを自分の手で実現したい、少しでもそんな政治を自分でやってみたい、そう思ってこの世界へ飛び込んできました。まだまだ力はないし、そして新しくできたこの民進党もまだ安倍一強内閣を倒すほどの実力はまだないかもしれない。でもこれから頑張っていって、私たちは安倍一強内閣と対決できる、政権交代が早いうちにできるような、そんな政党に育てていきたいというふうに思っているし、そのためにもこの土地、この夏の参議院選挙、そしてこの特に神奈川で私たちが過半数半分を取るということはとても大事なことだと思っています。これが安倍一強内閣政権交代を目指す民進党の、新しい民進党の第一歩だというふうに私は思っています。そのために大変大事な選挙です。ぜひ皆さんのお力を、民進党、そしてこの皆さんの地元の神奈川県では、私真山雄一はメディア出身だからこそ、自分の主張をきちっと主張できるどこの団体組織にも属していません。裏を返せばどこからも応援はもらうことができません。今この私の目の前にいる、本当に皆さん一人一人の力を私は頼りに政治をやっていかなければなりません。企業からの献金ももらっていません。わずかなお金で今回の選挙も全力を尽くして戦ってまいります。それも私がメディアの世界で学んだ、やはり政治は国民の命を大事にすること、生活を第一に守っていくこと、そして今だけでない、将来にわたってどんな日本を作っていくのか、こうしたことを考えていかなければならないというふうに思っています。私のメディアでの三十数年のこの経験を生かして、これからもこの日本の国づくり、そして神奈川県から政治を変えていきたい、この熱い思いで今回挑戦を決めさせていただきました。どうぞ皆さんの力を貸してください。そして国民の命を守る政治を実現しましょう。そして国民の手にもう一回政治を取り戻しましょう。どこかよその方向を向いてしまったその政治を、今もう一回国民の方に振り返らせ、そして戦後70年続いてきた民主主義、政府を批判しても問題のない、知る権利も保障された、そうした国づくりを私真山雄一は目指していきたいというふうに思っております。7月10日までもう1ヶ月余りしかありません。短い間に私も全力で尽くしてまいります。ぜひ皆さんと一緒に政治のこと、そして若い18歳以上の方、これから選挙権が与えられます。ぜひ若い方は皆さん自身で皆さんの将来話し合ってください、考えてください。そして私と一緒に議論をして、国のこれから先のことを考えていきましょう。私真山雄一は何よりも反原発、そして格差をなくす、国民の命をまず第一に大切にする政治の実現を目指して、全力でこの1ヶ月戦ってまいります。どうぞ皆様のご支援をお願いいたしまして、私真山雄一のこの桜木町駅前でのご挨拶にさせていただきます。本当に長い長い時間、皆さんありがとうございました。真山雄一、全力で皆さんのため、国民のため、そして一緒に戦ってまいります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。